大阪府大発区は日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年の公職選挙法改正で設置。1994年公職選挙法改正以降の区域は以下のようである。大阪有数のベッドタウン豊中市で構成される。域内は北大阪急行沿線、阪急宝塚線沿線に2分されるが、 総じて無党派層が多い地域である。中選挙区時代は93区に属していた。選挙区域を構成する地方公共団体が一つのみというケースは大阪府下では他に13区がある。小選挙区以降初の選挙となる1996年の第41回衆議院議員総選挙では民社党出身で当時新進党公認を得た。 中野関西と元セ市長で社会党から旧民主党に移った井上一世の二人の前職らによる争いとなったが中野が小選挙区で議席を得た。井上は重複立候補していた比例近畿ブロックで復活当選した。2000年の第41回衆議院議員総選挙では新たに民主党の公認を得た中野が2回連続で小選挙区で当選した。 この選挙では井上が保守党の公認候補として出身地の摂津市が含まれる隣接の大阪七区に拠点を移したこともあり中野が強固な地盤をもとに長年にわたり小選挙区で連続当選し続けてきた2005年の第44回衆議院議員総選挙ではいわゆる小泉旋風のもと自由民主党新人の大塚隆史が初当選し中野は 重複立候補していた比例近畿ブロックでも復活できず落選し、小選挙区では初めて区配をなめた。2009年の第45回衆議院議員総選挙では全国的な民主党への追い風もあり、中野は小選挙区での議席を奪還。大塚は比例復活できずに落選した。2012年の 第46回衆議院議員総選挙では、中野が妻の介護を理由に、政界引退を表明し、前回比例近畿ブロックに単独立候補し、当選した松岡博隆を後継候補として臨んだが、今度は、全国的な民主党への逆風が吹く中での選挙となり、新たに、日本維新の会が擁立した、木下智彦が小選挙区で当選した。 現職の大塚も重複していた比例近畿ブロックで復活当選を果たす一方で松岡は前回中野が得た票を大幅に減らし落選した。2014年の第47回衆議院議員総選挙では大阪府下の小選挙区としてはこの回最多となる5名の立候補者が争う中大塚が第44回以来となる 小選挙区当選を果たし、維新の投稿人となった木下は、約4500票差で敗れたものの、重複していた比例近畿ブロックで、復活当選を果たした。2017年の第48回衆議院議員総選挙では、大塚が3回目の小選挙区当選を果たした。前回比例復活の木下はさらに得票を減らし、自民と維新の前職対決に埋没した。 立憲民主党新人の松井博史は大塚に大差をつけられ、共に重複していた比例近畿ブロックでも復活できず、落選した。2021年の第49回衆議院議員総選挙では、同年1月に大塚が新型コロナウイルス蔓延に伴い、東京都に緊急事態宣言が発令されていた中、夜に同僚の衆議院、 議員二人と銀座のレストランやクラブにて、複数人との会食や、長時間滞在していたことが発覚し、2月に自民党大阪府連会長職事人の上利党した。無所属での出馬を目指していたものの、10月の衆議院解散直前で不出馬を表明。後継候補に豊中市議会議員の駒恵一郎を擁立。松井と正解を知りいた。 木下の後継者となった大阪府議会議員のウルマジョージの3人が出馬。結果はウルマが倍の得票差をつけつつ、相手2人の比例復活を阻止して、小選挙区での初当選を果たした。第49回衆議院議員総選挙10月31日、大阪府第8区時の内閣、第1次、岸田内閣解散日、2021年10月14日。 公示日、2021年10月19日当日、有権者数、33万7105人最終、投票率 59.、59.75%第48回衆議院議員、総選挙10月22日大阪府第8区時の、内閣、第3次安倍第3次改造内閣解散日、2017年9月28日公示日、2017年10月10日、 当日有権者数、33万3595人。最終投票率、52.07%第47回衆議院議員。総選挙12月14日。大阪府大白寺の内閣、第2次。安倍改造内閣解散日。2014年11月21日公示日。2014年12月2日。当日有権者数、32万2648人。 最終投票率 52.、52.64%第46回衆議院議員、総選挙12月16日大阪府大九寺の、内閣、野田第三次改造内閣解散日、2012年11月16日公示日、2012年12月4日。第45回衆議院議員総選挙8月30日、大阪府大九寺の内閣、麻生内閣解散日。 2009年7月21日公示日、2009年8月18日、第44回衆議院議員総選挙9月11日、大阪府第8区時の内閣、第2次、小泉改造内閣解散日、2005年8月8日、公示日、2005年8月30日第43回衆議院議員、総選挙11月9日、 大阪府大白時の内閣第1次小泉第2次改造内閣解散日2003年10月10日公示日2003年10月28日第42回衆議院議員総選挙6月25日大阪府大白時の内閣第1次森内閣解散日2000年6月2日公示日2000年6月13日第41回衆議院議員 総選挙10月20日大阪府大白寺の内閣第一次橋本内閣解散日1996年9月27日公示日1996年10月8日ありがとうございます